にちは。こんにちは。いいやん、いいやん、どうぞ。改めて出ました。池田しおりです。はい、渡辺です。今日は、また寝起きから、寝癖からできるシリーズ第5弾やってみました、はい、今日は全部あげるのではなく、ちょっとこれハーフアップアレンジをしてみました。全部あげるのが苦手な方、ぜひおすすめですのでやってみてください。息継ぎもっと上手くした方がいいですね。はい、お願いします。はい、それでは動画スタート。オイルを使っていきます。4滴ぐらい使っていきます。髪の毛全体的にオイルをなじませます。耳上の髪の毛を取り分けます。縦に髪の毛を割ります。2つの髪の毛を交差させ、ロープ状に編んでいきます。毛先の部分をゴムで結びます。ゴムの近くの方から3ミリ幅で少しずつロープ編みを崩していきます。トップの部分もほぐしていきます。次にサイドの部分もほぐします。間もほぐします。ヘアアクセを使います。ヘアアクセをゴムの上につけていきます。ゴムが出てきてる場合もあると思うので、しっかりと中に入れていきます。寝起きからできるシリーズの今日はハーフアップアレンジをしてみました。全部ちょっと上げるのが苦手な方、ぜひやってみてください。バイバーイ。